畑野亮太、3年、広島ユース、プレミアウェスト、キャプテン。昨年からレギュラーとして活躍。豊富な運動量とクロス精度が光る。代表にまだ入ったことがないのが意外です。木村誠之助、3年、セレッソ大阪アンダー18、プレミアウェスト。スケールの高さ。昨年はセンターバックだったが、今年サイドバックにコンバートされた。打点の高いヘディングや対人はもちろん、ペダル足の技術も高く、ポテンシャルは一級品。今後の成長が楽しみです。阿部隼人、2年、藤枝明誠高校、プリンス東海、レフティサイドバック。精度の高いキックや足元の技術で攻撃の起点になる。1対1にも強く、まだあまり有名ではないが、静岡でも上位に入るサイドバックで、今後の成長が期待されます。和田啓太、2年、ガンボ大阪ユース、プレミアウェスト。テクニカルな左足、ビルドアップと積極的な攻撃参加でチャンスを作る J ユースらしいサイドバック。キッカーも担当するなど、キック精度にも自信を持つ。まだ2年生で楽しみです。久保木俊樹、3年、堀越高校、東京都一部、攻守の中心。昨年から右サイドバックのレギュラーとしてプレー。小柄だが、1対1の強さが抜群で、センターバックもこなせる。足元の技術も高く、クレバーでビルドアップにも秀でる。